石野卓球は、日本のテクノミュージシャン、シンガーソング DJ、グルーヴ歌手、音楽プロデューサー。本名、石野文俊。愛称は、クリボー、文俊、卓球さん。静岡県静岡市生まれ。小学生の時、縁日で祖母に買ってもらった、イエローマジックオーケストラの、ソリッドステートサバイバーに衝撃を受け、あまりに毎日聴きすぎたため、母親から、 イエローマジック禁止令を出されて、カセットテープを隠されてしまったほど、中学生時代にクラフトワークや、ニューオーダー等のほか、アインシュテュールゼンでノイバーテンのようなアバンギャルドで、コアなノイズ等にも傾倒し始め、挙句には、勉強部屋で電気のこぎりやドラム缶の音まで、鳴らすようになる。この当時、石野の実前は、彼の部屋から聞こえる音がうるさいという内容の詩を書き、 コンテストで入賞している。やがて、ロラン SH-2、TR-606 などの機材を買い揃え、タクロクユニット、メリーノイズとして、活動を開始する。静岡学園高校時代、ピエール・タキラ友人数人とインディーズのテクノユニット、人生を結成。その後、ナゴムレコードを主催するケラから、レコード出さないナゴムから出さないで、どこで出す と声をかけられ、石野の勉強部屋で自宅録音されたデモテープがそのままなゴムからファーストそのシート Qtunes4 未来として発売されることをきっかけに上京する。小学生感覚の下品な歌詞と安っぽいシンセサウンドが特徴的で中には規制だけで曲にすらなってないパフォーマンス的なものまでレパートリーにあった。曲の長さも短いものが多く、 数秒で終わるような極端に短いものもある。人生のメンバーは奇抜なメイクをしており、石野は白塗りに目が赤と青の独特なメイクで、時に怪しいピエロ風、時にカッターシャツにネクタイ、時に大ファンであるキタロファッションに身を包んでいた。電気グルーブを結成する以前にはエロ本の編集者になりたいと思っていたことをインタビューでも語っている。ちなみに、 エロボーンで活躍していた編集者の青山正明とは、クイックジャパン市場でテクノ対談を行ったこともある。インディーズブームにうまく乗っかり、レコードは作品を出すたびにインディーズベスト10にランクインするほどの人気者になると同時に、名ゴム人気にも貢献する。その後、メンバー、オババの脱退に伴い、1989年4月26日のライブを最後に人生を解散する。 人生解散後、1989年4月27日に、テクノバンドの電気グルーブを、デニーズ西新宿店で結成。数回のライブと、インディーズからの CD リリースを経た後、ソニーレコードのトレイファーッとレーベルから声がかかり、メジャーデビューを果たす。デビュー後から数年は、テクノユニットというよりもラップユニットとしての側面が強かった。しかし、 電気グルーブはあくまでヒップホップではなくエレクトロニックミュージックを心情としており、ラップはボーカルスタイルの方法論として取り入れていたに過ぎなかった。ソロ活動も盛んであり、欧州を中心に海外活動を行っている。1994年にニンジャヘッド名義でリリースしたプルスマン VS シネマンがクラブヒットを博し、数々のコンピレーションアルバムに収録された。 1998年、ベルリンで行われた、世界最大のテクノフェスティバルである、ラブパレードのフィナールギャザリングにおいて100万人の、聴衆の前でプレイしている。日本においては、日本最大の屋内レーブイベント、ワイヤーを行い、レコードレーベルルーパ及びプラットックを主催し、月に一度のレギュラーパーティーとして2002年より、東京、演山町にあるクラブ、ウームにて、スターンを、 2009年5月より、京都の市場河原町付近にあるクラブ、世界、ワールドにて、スプラングを開催している。1990年代後期より、東京都内某所にプライベートスタジオ、モンタグを構え、ここを拠点に活動を行っている。活動の本体である、電気グルーブやソロ名義でのリリースに加え、編名での活動や、他のミュージシャンとのコラボレートによる連盟もしくは、 ユニット名義でのリリースが多いのも特徴である。具体的な編名としては、662S、ダブラブズダブ、ジャマイカンザム以来、ニンジェヘッド、ミッキー、野球石田、ジンジャーヘッツなど。コラボレートしたミュージシャンとしては、ウェストバム、マイク・バンダイク、フランク・ムラー、小山田圭吾、岡村康幸砂原の則、川辺広志、篠原智恵、スチャダラパー。 七尾旅人、アフラ&、インクレディブルビートボックスバンドなどが挙げられる。また、リミキサーとしても活動しており、国内外問わず多くの作品を手掛けている。クレジットされているアーティストとして、YMO、ピチカート5、エレファントカシマシ、少年ナイフ、シシドルミ、オレンジレンジ、テクネージア、リハカセ、エムフロー、ソウルフラワーユニオン、ホロカリ、ラムライダー、ヒカシュー、 ポール・モーリアが挙げられる。プロデューサーとして、デビュー当初の篠原智恵の作品を手掛けている。その他、細川文江、後藤良子、木村カエラ、ひじろなどのプロデュースをしている。宇川直弘の音楽ユニット、宇川にマチオンのシングル惑星のポートレート50億1万画素では、石野卓球がリスペクトを公言していたという萩原、ケンイチとのコラボレーションを実現。 映画や舞台で使用される劇ともの制作や楽曲提供の依頼も多い。昨今は DJ やリミキサーとしてのソロ活動や川辺博史と結成したインクとしての活動なども盛んである。銃社会には暗示の姿勢をとっている。もし合法的に銃の所持を許される世の中になっても人殺しの道具である以上、俺は一生持ちたくない。 人を殺す目的だけのために生まれてきた道具だけは触れたくもないといった趣旨の発言を行っている。2019年6月30日をもってソニーミュージックアーティストとのマネジメント契約を終了した。同年11月18日18時、電気グループのホームページ上で新マネジメント会社としてマクトインクを発足したことを発表した。 ダブラブズダブベルリントラックススロビング、ディスコキャットカラオケ、ジャックシティボーイズミックスプレゼンツパパセンプリチータ、オリジナルサウンドトラックタイトル1タイトル23、クルーズワイヤートラックス1999から2012、ルナティークアシットテクノディスコビッツ、卓球石のワークス1983から2017、ここでは、ソロとしてのレギュラー番組のみ紹介。ありがとうございます。